なんかあれ行ってきたんですよ、川島さんとね、パワースポットに行ってきて、うん、あ、そうやん、そう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 、うん、ああ、そうや、行ってたね、もう可愛がってるクロスバー直撃の渡辺ってやついるんですけど、うん、こいつがほんまめちゃくちゃやらかしやがって、へえ、そう、車をね運転するんです、鍋が、うん、で借りていくっていうことで、鍋が運転して俺乗って、渚乗って、うん、で川島さん家に迎えに行くみたいな、うん、そこもまあ久しぶり運転したからしゃあないけど時間かかって、うん、で川島さん乗せて、うん、まあ行くと、うん、スポットまで、うん、でちょっと道も間違えてて、うん、もう頼むわみたいな、うんうん、なってて、パスポートついて、はい、で再生にほらお金入れなあかんから、うんうんうん、みんなあの ATM でお金下ろしたりして、で川島さんはやっぱさすがやわ、ちゃんともう用意してはって、うん、じゃあ俺ここで待っとくわって言って、うん、待ってはったんや、うん、で3人でコンビニバーって行って、うん、で俺バーってお金下ろしてて、うん、2人と もトイレの方行ってたから、うん、で俺お金下ろしてこう待ってたんや、うん、その2人をね、はいはい、ほんだら渚だけ来て、あれ鍋は、いやさっきもうお金下ろさず行きましたよって、どこに、俺分かんないですけど、うん、ほんだら川島さんが立ってるちょっと離れたところのパーキングのところで、うん、タバコ吸ってたんよ、うん、もうクズやんで俺に見つかったらすぐバーって消して、うわやりそう、なんかお前何してんの、いや運転してたらもう我慢できなくて、お前さ、うん、俺と毎日飲んでる感じで頼むから接するのやめてくれ、そうやな、まあね、そうやね、すいません、すいません、一服言っときます、行かねえよ、行けせ、早く消して、うん、であのちゃんと入れるやつなんで、うん、ゴミ捨てるの、うん、あれ入れて、携帯入ったの、あれ入れたよ、うん、入れて、でじゃあもう行こうかパスポートって言ったよ、うんうん、で行っていろいろ回るけど、うん、またちんたらちんたらもういろんなものをほら見たりしてて時間かけて、うん、鍋が折れへんみたいになったりしてたよ、うんうん、でこの3、みんなでまあ一回そこ終わって、うん、あのお払いの、あのなんていうの、カラスの絵が描いてある厄除、うんうん、けのうちわを買ったのよ、真っ黒、うん、クラスで厄除けなんや、うんうん、そう、うん、で1年に1回しかないその日、うん、だからいっぱい人おってそれもらって、で川島さんこれ、うん、いいでって、うん、持っときやつって、うん、ありがとうございますって言ってもろたよ、うん、で車に置いて、でこれ鍋後ろ置いといてって入れてもらってたんや、うんうん、でじゃあ腹減ったな、ちょっと飯行くかと、うん、府中やから府中の近く市場があったのよ、うんうんうん、でじゃあ市場の方に向かおうか、うん、はいって言って車の方向かって、うん、車乗らなあかんから普通まで行かなあかんから、もう一回、ほんだらなんか車乗ろうとしたら、あまだ乗らんといてくださいみたいな、ほうほう、鍋が、おう、うん、なんでやねん、いや今冷やしてるんで、ああ、うん、冷やしてる、暑かったからちゃう、だから冷房で、うん、しゃあない、冷やしてるんでって、ね、うん、すいませんちょっと待っててくださいっつって、うん、またタバコ吸い出したんよお前タバコ吸いたいからタバコ吸いたいから冷やしてきますっていう理由言うてるやんと思って、で川島さんも「え何こんな暑い中さらして、そやな、中涼しい、これ謎なぞとんちなんこれな」みたいな切れすぎてるやんかで「はい、行けやんお前こら」っつって俺も怒って鍋に、うん、あすいませんバーって消して、で車乗って、うん、で府中の市場行ったんや、うん、で着いたんや府中の市場に、うん、よしと、すごいで府中の市場、うん、その府中の名物がいっぱいあるのよ、はいはい、で1,2,3,4 ってあってコースがあって海物とかなんか美味しいものがいっぱい並んでる、うん、でか、鍋が1、俺が2、川島さん3、渚4みたいな、うん、でこのそのコースをいろんなもん好きなもん一品集めて、うん、この鍋のいる一連のここみんなが食べれるとこに集まろうぜ、うん、って言ってみんな行ったのよ、うん、でみんな買ってきたわそら、はい、で俺は府中の府中バーガーみたいな、府中のハンバーガーみたいな、それをみんなでシェアできたらいいやんか、うん、で渚はあの海鮮丼、府中の海鮮丼、うんうん、めちゃくちゃうまそう、で川島さんはなんかそば、そば、そば、うん、あ8割そば、なんとかそば、ね、結構とわりかな、とわりっていうか、うん、なんかそういうのを買ってやって、うん、めっちゃいいやん、皿持ってこいや、よしみんなで分けようぜ、鍋が来てない、うん、で鍋どうしたん、いやさっき言ったんですけど、たらバーって走ってきたよ、うん、もうさもう全部足引っ張ってるわ、はよして、うん、って置いて、うん、でみんなの見ていくやん、府中のやつやんみんな、うん、あいつキーマカレー、インド行けや誰が食うんキーマカレー、府中の名物でもないやんキーマカレーって、キーマ買え、キーマ買えよ、でまだ欧風やったらちょっと分かるわ、うん、で府中のさ、うん、府中で実はこれがこんな山菜があるとかやったら分かるわ、うん、キーマ買え、キーマ買え、ベーシックカレーやったらまだな、あそうかカレー食いたかった、でキーマ頼んで、いや他にも頼んでるやつがあるんで呼ばれたら行きますわ、全部なんやねんと思ってんけど、うん、キーマカレー頼んで、ほんだら、うん、奥でハートの2番の方、ハートの2番の方お願いしますって言うね、ハートの2番って何やねん、ああいやあのねトランプのカード渡されてるんですよ、何やねんそれ鍋が持ってるやつハートの2番やねん、なんで
カードトランプでもう店はええやん、うん、店ももうそんなことなんねん、うん、あれかなあのややこしい客にはジョーカー渡すんかな。いやだからそれも言ったジョーカーのお客様っそんなやっぱ言うたジョーカー渡すんですかって。それは失礼になるんでジョーカー渡しませんって言っていやそうなるよな、ちょっと反射臭いやつとかジョーカーのお客様いやもうちゃんと言い方変えてるやんジョーカーで終わって、でもまあ惜しかったなって言って帰ろうってなって、うん、で車戻ってんやん、はいはい、で車戻ったら、うん、川島さんがめちゃくちゃ笑ってんのよ、うんうんうん、なんかあったんすか、うん、いやもう面白すぎるわ、うん、久保田お前ほんま鍋と縁切れやっていうか、うん、なんすか、いや見てみお前の前、俺助手席座っててんけど、うん、助手席の前に、うん、あのバカが、うん、俺がもらったカラスのうちを置いてて、うん、黒やから太陽熱受けてもうカラスの羽みたいなグニャーなってんのようちわが何してくれてんねんお前、すごい運気のあるやつやろそれ、そうお前何してんのこれ海辺スルメみたいなふにゃーんって両サイドから上がってきて、でもあいつもうすいませんって言ってそのカラスのお茶持って冷房18度して冷たいとこバチャッと当ててん、うん、どうなんねんそれして熱いやつ冷やすみたいなそれでもあの理科のさ科学的な根拠で言うと、うん、あれちゃう割れるんちゃうすっごい熱なって冷やしてガラスみたいなことやろ、そのパリーってなるじゃんガラスうちわじゃない冷却したらじゃ本当にね鍋はね、いやもうクロスバー直撃あんな面白いのに、やっぱりその鍋のドジというか、ね、で言いかけたんですけど、うん、前のも前のもちょっと変でしょ、あ前のもな前のくんね、うん、ちょっと変わってるんですよね、うん、あので鍋はさっき言ったけどタバコ吸いすぎ、うん、いやあいつむちゃくちゃ吸うてるな、うん、あの人あの家でさ、うん、あの自分の家であの CG とかいろいろパソコンの作業やってるやん、うん、でも一回灰皿見た時びっくりしたんけど、うん、もう誰も触れてなかったけど、うん、その刺さりすぎてさ、うん、あの国道沿いのラーメン屋の割り箸みたいな割り箸の上に割り箸刺してその上に割り箸刺してみたいな一本取らな取れへんやつで間違ったとこ取ったらなんか一気に崩れるみたいなジェンガ割り箸かみたいなジェンガ割り箸とかないでそんなつもりで刺してないからあの人バカやから、ね、前も言いましたけどね、冷凍でね綺麗な球体の丸い氷作って、うん、兄さん見てくださいめっちゃうまいですよって自分のコップのしたらポンって上乗ってわサイズ間違えたって言ってアホやろ入らへんかってこれの名前何やったっけこれの名前何でしたっけ、うん、上に氷があって下にグラスあったやんでコウタがすごいスピードで言ったやんなんかもう忘れましたかクリスタルチンポって言ってたやんかいや その言い方してやんいやしててそれクリスタルチンポクリスタルチンポってクリスタルチンポガラスペニスガラペニねガラペニってなんやねガラパガスペニスいやガラパガスケータやんタイヤからそれいや一瞬ねその形想像したら、うん、クリスタルペニスやクリスタルペニスやねあのスピードで出たからねいやちょっと忘れてましたわ